私ね、最近グリップ交換したんです、うん、おお。そして、まあ当然ね、うん、私ちょっとすいませんね、うん、ゴルフパートナーなんで、まあ、オクスジェンを入れたわけですけども、これあのエリートグリップ社との、はいはいはい、あのコラボで作ったミックスジェンなんですね、はい、うん、で、あの、まあ、滑らない、うん、あの雨でも、私昨日グレートアイランドでちょっとゴルフさせてもらったんですけど、大雨ですよ、うん、まあ、滑らないです、うん、本当に。うん、で、あのお気に入りはね、うん、ちょっとね見えないんですけど、うん、実はここにねライトストーンが入れられるんですよ。ライトストーンって何？ライトストーンを入れる穴があるの、うん、で、え、ライトストーンって何？え、ライトストーン知らないの、小林さん？ライトストーン知らない。ね、ちょっと見えるのかな、それ、見えないかもしれない。あの、おしゃれ系のやつ？そうよ、そうだよね、うん、あ、そ、あ、それ、キラッと光るやつなの。で、あ、そういうやつなの？そう、それをね、入れられるの。それがね、すごい、あの、ちょうど、あの、なんだろう、握るところの中心部に入れられるようになってて、だからすごく目印にもなって、ものすごくいい。で、実は昨日知ったんですけど、うんうん、これではない、エリートグリップ社、うんうんうん、私ここ本当ロゴの感じとか、この星とか大好きなんですけど、わ、うん、かります、わかります。これね、実はね、うん、ここに、うん、パッケージのここに見えます、うん、星のね、うん、ペロンチョってついてて、これなんかペロリーンとついてて、うんうん、ついてますね、これね、うん、これ50個、50個集めたらね、本当だ、非売品もらえるんです、結構これね、見逃しこのブランド力ね、すごいなと思った。ねえ、私これ本当に欲しい。これ50個集めたいぐらい。おしゃれなんですよ、エリートさんが作るところの。例えばキャディバッグとか、うん、あのそういうその1個ずつがあの、うん、すごくブランド力が高い、うんうんうん、私エリートさん大好きなブランドですね。だけどこれやっぱりエリートグリップはね、うん、しっとりしていいですよね、うん、握った感じがね、やっぱり滑らない感じがすごいあるし、じゃああれですよ、14本全部買える人が3人いればいいんだ、うん、そう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 、ね、うん、あのぜひあのグリップ交換でエリートにされる方は梶原さんの方にあのこの、うん、星どこだっけ、これか、ね、これだ、はい、これを梶原さんにプレゼントしてあげてください。本当楽しいですよね、綺麗な色つけると ね、 ね、うん、私今ピンクと、うんうん、これのピンクと黄緑つけてます。いいね、いいね、うん、さあ、そういうことでグリップのお話でした。だってなんかこんなの洒落てるよな、これゴルフ、うん、こんな昔なかったもん。そうですね、これいいね、最近本当色とりどりに、ね、なってきましたね、楽しいよ、ちょっと、ね、遊び心がすごい出てきた、うん、こういうところの星とか絶対そうだなと思う、うんうんうん、エリートはさ安いよね、エリートさんって物いいのに安いと思いますよ、ね、そしておしゃれだしね、私本当好きですね。